皆さん、こんにちは。今回はボケの剪定についてお話しします。ボケは盆栽などにもよく使われている木で、花の種類も多く、春先に華やかな花を咲かせてくれます。ボケの剪定はそれほど難しくありませんが、2年以上経った間に花がつくので、その点だけ注意して剪定します。大きくなっても構わない場所ならば、剪定せず放っておいても花はよくつきます。こちらの木などは見事ですよね。しかし、トゲのある木でもありますので、通路脇で大きくなったりすると困りますので、適度な剪定は必要になります。花が終わって2ヶ月もすると、新芽が伸びて輪郭が大きくなってしまいます。通路にはみ出た枝は切らなければなりませんが、2年後に咲く予定だった枝を失うことにもなります。別の小さい木で説明しますと、花が咲いているのは去年の枝ではなく、2年前の枝、あるいはそれより古い枝ということがわかります。これは去年の枝ですから花がつきません。来年の春におそらく花がつくと思います。ですから逆に言えば、去年の枝を今年全部切ってしまうと、来年花がつく枝が極端に減ってしまうということになります。先ほどの現場に戻りますが、1年枝を残そうとするあまり、このような消極的な切り方をすると木がどんどん大きくなってしまいます。通路脇などでしたら、古い枝の脇芽まで切り戻した方が良いでしょう。このように間延びした枝も脇枝に切り戻します。このぐらい詰めても翌年にはある程度は花がつきます。これは同じ場所での1年後の様子です。ちゃんと手を入れていないと、このような間延びした枝が増えます。これはボケの実です。なんだか異様に大きいへんてこな実がつきますよね。この大きくなりすぎた枝を脇枝に切り戻して高さを下げます。この枝も同じように切り戻します。2年枝を残してここで切り戻せば花はつきます。このあたりも切り戻して高さを下げてみましょう。切り戻して残った枝先を軽く切り詰めます。
切り戻して切り詰め、これは切り詰めですが、切り戻して切り詰め、切り戻して切り詰め、こんな要領です。このように剪定した1年後の開花の様子がこちらです。先ほど剪定していた切り口からは新芽が出ていますが、この新芽には花がついていないのがわかると思います。花がついているのは2年目より古い枝です。まあそこそこ花は咲いているんですが、ここでこの新芽が花を邪魔しているなと感じる方はいらっしゃいませんか？もっと花が輪郭の表面に出てくるようにするには、花後の剪定だけでなく開花前の剪定をすると良いのです。そこで次は年の暮れ、開花する前の剪定をご覧いただきたいと思います。このくらいの大株になると結構トゲが痛いので、厚手の手袋を使って剪定作業をします。切り戻しと切り詰めのような作業もしますが、あまりつぼみを失わないように加減します。基本的には1年枝の枝先を軽く切り詰める程度で良いと思います。どうしても気になる意味枝があった場合は取り除きますが、残す枝のつぼみが取れてしまわないようにそっと取り出しましょう。枝の更新に使わないヒコバエは取り除いておきます。このように暮れに軽く枝先をつまんでおくと、翌年春に花が咲いた時に輪郭に近いところに花が集まるように見えます。
年に2回手を入れられるのでしたら、この方法も試してみてください。今回はボケの選定についてお話ししました。ご視聴ありがとうございました。この後は先ほどの花語の選定の作業の続きを流します。解説はありませんので、お時間のある方は見ていってください。